言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。さあ、今週もですね、名古屋審査会にありますダブルジップクラブさんからお届けします。はい、お願いします。ね、今日は何の紹介でしょうか。はい、ダブルジップで去年ですね、2022年度で、一番出たコスプレを紹介したいと思います。なるほど。はい、そんなあるんですか。はい、いろいろナースとかいろいろありますよね。そうですね。はい、セーラー服とか、はい、いろいろありますよね。はい、はい、その中で貸し出しっていうのは有料、有料ですね。有料、はい、全部プラスが出てるんですね。そうですね。はいはい、それで、一番だったのが何かってことですね。そうですね。楽しみ、なんだろう、気になる。ということで、はい、もう今回は特別に私の独断と偏見で、はい、そのナンバーワンのコスプレをまどかちゃんに来てもらいます、はい、ね、お願いします、ね、変なのじゃないですか、ね、ちゃんと食べますか。大丈夫。あのニップレスだけとか、とかで、これがどれぐらい一般の人と違うかということで、うん、うちの音声にも着させたいと思います需要と供給の問題。お前ばっかり需要じゃないぞ。供給もあるからね。あるから。この人見たい人あるから、ね。お前映すな、こっち映せばいいから。あるから。それではドキドキ第1位のそのコスプレ、何でしょうか、はい、発表をお願いしていいですか。発表の前にですね、もう、はい、発表の前に着替えてもらおう。で、で出てきてもらえるのが分かる。待って、私もまだ知らない。怖い。怖い。いや、いや、そこで俺着替えてもいいけど、よくあるんですよ。俺着替えてもいいけど、俺やっても面白くないから。まあ、今日は薬師さん大丈夫です。俺はいい。俺いらない。俺いらない。俺いらない。わかりました。特別企画で、まどかちゃん音声さん。ダブルマッチ、行ってみましょう。それでは、まどかちゃん、どうぞ。これがナンバーワンです。じゃんじゃじゃー、出ましたー。どうぞ、ベッドの上にどうぞ。ね、体操服？ブルマ、ブルマ、はい、どうですか？いや、俺さ、そういう、何や、あんまり反応しないの。え、くるっと回転してみて。好きだ。あ、違う。ダメだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。取り乱しました。これナンバーワンですか。そうです。これが2022年ナンバーワン。はい。ちょっと。え、わかりますか、気持ち。え？これが人気ナンバーワンって気持ち。俺あんまり体操服とかってあんまりなんだな。そうでもないの、俺。うん。そうでもないの。体操。そうですね、僕も、まあ、いやいやいや、まあ、人気ないじゃん。何というと、違うんですよ。これね、やっぱり、あの、まどかちゃんだったりするね、こういうモデルさんが着るから、うん、そう思われ、うちの温泉の宮島が来たらどうなるのかっていうのを、これをお見せしたいと思います。で、マニアの方、必見。で、この後、うちの音声宮島が大配信。乞うご期待。待って、はじけてそうだけど。胸入んない。あ、つけてる。ちょっと待って、やばすぎるって。やっぱ、いや、マジで。なんか、この音声だけでやらしいね。いや、ちょっとエロすぎると思う、マジで。こうやってね。いや、超面白いっすよ。やばい。どうしたらいいの。それだ、はい、ね。はい、薬師流、もう今年で8年に、9年目か、今年で、あ、10年目なのか、なるんですけど、初めてですね、はい、音声がコスプレする。
音声宮島ね。で言ったら嫌がるのかなとかな、嫌がらない。一回だけですよ。やばい。これ視聴率爆上がりですよ。絶対にこれやばいと思う。これね、どうなんだろうな。超えるだろうな。それでは音声宮島が大将服の誉れどうぞ。じゃんじゃじゃーん。あいやらしい。なんといやらしい。もう一回、もう一回。いやー、うわー、ダイヤの原石。ものすごい。うわー、盛り上がりましたね。と言いながらね、ミキサー触ってこう音声調整してるところがいい、ね。ちゃんと仕事してる。仕事してる。まどかちゃんに。ねえ、負けた。負けた。ちょっと待って、お前向こう行った。それでは今週の合言葉は、はい、宮島宮島、はい、これで今週の割引があります、はい、ね。